パコルス一世パコルス一世はアルサケス朝パルティアの王子。有力な将軍としてローマと戦ったが戦死した。パルティアをオロデス二世の息子として生まれた。オロデス二世の治性下において共同統治者の地位にあった可能性もある。紀元前53年のカルラエの戦いでパルティア軍がローマ軍に対して勝利を収めた後、パコルスは ローマへのさらなる攻撃の指揮をとり、紀元前51年に軍勢を率いて、シリアを攻撃した。パコルスは、各地で勝利を収めたが、東方での動乱のために、パルティア軍は、ローマ領から撤収した。紀元前40年に、ローマの反逆者、クイントス・ラビエヌスと結んで再び、ローマ領への侵入を開始した。アナトリア方面へ侵攻したラビエヌスと交往して、パコルスは、 シリア地方を再び接見し、その大半を支配下に置くことに成功した。さらにハスモンアサのアンティゴノスと同盟を結んでエルサレムへ侵攻し、大いにあったヘロデを追放して、アンティゴノスを大いにつけた。しかし、紀元前39年には、アントニウス派のプブリウス・ウェンティデウス・バスス率いるローマ軍の反撃を受け、ラビエヌスはタウルス山脈で戦死、パルティアの将軍。 ファルナパテスもアマーニス3で敗し、結果、アナトリアが奪回され、ついで、シリア地方が奪回された。パコルス一世は一旦撤退した後、シリア地方の再征服を目指して、紀元前38年に再び、ローマ領に侵攻したが、同年アンティオキアへの進軍中のギンダロスの戦いで、やはりウェンティデュース率いるローマ軍に敗れ、パコルス一世は戦死した。ローマに対する敗戦と、 大継承の最有力候補を喪失したことは、パルティアに政治的危機をもたらし、オロデス2世は、フラーテス4世によって暗殺された。ありがとうございます。